上皇病は上皇神を採取するための病所である。都市の外周に作られる城と堀に対する信仰に始まる。中国文化では上皇神は都市の守護神で、その前身は水用神である。ただしあまり神格は高くなく、採遊機などでは使い走りのような仕事をさせられていることが多い。上海上皇病城壁と堀という意味での上皇という言葉は、 五感のハンコのサイト婦女に見られるのが最初と言われるが、祭祀についての記述はない。上皇は、水用とも称し、農業にまつわる八種の祭祀、八の一つとして、来季、皇徳星に現れるのが起源という説が有力である。明確な記録としては、東大に表された北西書、母用元殿に、上皇神を祀る祠があると記載されているのが、最初である。 壮代には他にも、長節の祭り上皇文当時の祭祀について書かれた文章が伝わっており、すでに一般化していたことがわかる。宋代になると、国家行事の一つとして上皇神を祭祀する機運が生まれ、上皇夫人も祭られるようになった。秋夜には、大祖、主元章の信仰もあり、祭祀が制度化され年ごとに上皇病が建てられるようになった。新朝でも、 秋代の祭祀を受け継ぎ、国家行事の一つとして、地方管理が毎月1日と15日に参拝することなどを、近邸大神海天事例で規定し、祭祀が続けられた。台湾では、日本統治時代に公民化運動で、アマテラス大臣や天皇崇拝を奨励されたため、信仰の制限が行われた。中国大陸では、 文化大革命によって、あらゆる信仰が制限された。今日では、民間信仰として復活している。未湾上ジ病気化、キカシ台湾的上ョ病、p 十0温音病ともジョ病、マカオ特別行政区政府文化局。ありがとうございます。